ブラック企業の裏話で一般の企業がお話しできないような内容をお伝えしたいと思います。今日のテーマは銀行級コロナ後の日本です。まあね、もうぶっちゃけて銀行の人に聞いてるんですよ。まあ最近ね、やっぱコロナ後とか今コロナのね、コロナ禍でどうなってるかっていうのは結構もうね、頻繁に聞くんですけども、最近どうですか、どの業界どうなってますかとか、コロナ後どう思いますかみたいな情報交換をしてですね、いち早く変化に対応できるようにしたいなと思ってるんですね。で、まあ、コロナの中、まあ、うちもそんなお金がなかったんですけども、リーマンショックの時はもう軒並み、まあ、不景気ですよね。会社がどんどん潰れてですね、土地も安くなったんですね。で、まあ、もちろん、不景気の後には景気が良くなるわけですよ。経営の神様と言われてる松下幸之助は、景気よし不景気なおよしみたいなね、不景気の時こそ会社のあらが見つかって、会社のね、骨太もう背骨をね強くして、景気の時には見つからない課題点を直していくと、まあ、いずれ景気が良くなるからもっと儲かるみたいな話をね、してるのはやっぱ素晴らしいですよね。で、その中リーマンショックの時はもう一緒で、土地が安くなってお金持ってしまって、その後値上がるっていうのがあったんですよ。で、やっぱりみんなもう覚えてますよね。なんでコロナの時も土地は安くなるんじゃないかみたいな、一部ではマンションが安くなったみたいなニュースも出てますけども、まあいろいろ不動産の人に調べると実はそんな安くなってないと、なんならむしろ上がってるみたいな。だからもうみんな動き出してるから、コロナショックって言葉が流行るかなと思ったんですけど、なんなかったですね。まあ今後あるかもしれないですけどね。まあなんで、まあ情報を見てるんですけど、その中でもコロナショックは、今年なのか来年なのかってね、これは銀行の方が言ってたんですよ。今は大丈夫だと、まあ、ニュースでもやってますけども、会社が潰れないようにコロナ支援金っていうのを、どんどん貸してるんですね、お金を。で、それは何かというと無利子で、3年間貸しますと。で、その後にお金を返してくださいっていう、まあ、つなぎ融資みたいなのをバンバン去年貸したんですね。まあ、ぶっちゃけうちも、借りました。やっぱ無利子ですからね。まあ、実際3000万借りてるんですけども、だいたい3000万をうちみたいな会社が借りると、まあ、だいたい 2% ぐらい、金利がかかるんですね。なんで、まあ、持ってるだけでも、年間60万。金利がかかるんですよ。だからそれがね、無料で持てるっていう。で、やっぱ現金は持ってるだけでもね、何かあった時にやっぱね、社員の給料払えますし、なんかこう美味しい、企業買収が来た時も現金があるかないかっていうのも大事ですし、やっぱ現金手元に持ってるっていうのは商売の鉄則なんですよ。で、それがだと本来60万払わないと手元に3000も置けないのが3年間タダなわけですから、まあ、借りたわけですね。で、まあ、周りもそんな感じでね、すごい借りてるんですよ。で、銀行の人に聞くと、今はだから何とか耐えても、ニュースでね、散々こう厳しいって、まあもちろん厳しい現実でね、もう背筋がゾッとするぐらい、飲食店とかね、旅行会社の人はあるんですけども、それでもつなぎ融資で何とか持ってると。で、まあ今ワクチンをどんどん打って、こうコロナを収束しようと。で、まあオリンピックもやろうっていうところでこう盛り上げていこうっていうとこなんですけども、その銀行さんが言うには、そのさっきのコロナのつなぎ融資の3年後とか今から2年後ですね、もうオリンピックが終わって、まあ、反動で飲食店とか旅行会社さんの売り上げがちょっと伸びるとは思うんですけども、まあ、ドンと伸びる理由がないと。だからコロナ明けでも元に戻るだけで、まあ、好景気になる理由がないから、でも、さっきの、つなぎ資金は借金なので、もらってるわけじゃないのね。だからどんどん返せなくなる企業が増えると。だから本当に会社がやばくなっていくのは、2年後だって言われてるんですよね。で、やっぱり政府もバカじゃないので、そういうのはもう、ね、シミュレーションできてますから、だから今年ぐらいには、その会社の、買収したら節税できる制度みたいなのが今年に入るみたいなんですね。なんでこのコロナ禍でも、まあみんながみんな悪いわけじゃなくて、
現金な会社もあるわけですから、まあ、そこが、傾いた会社を買収しやすいようにして経済を回そうみたいなところはもう銀行も、まあ、政府も読んでるみたいなんですね。はい。なのでまあそれがね、銀行さんから聞いたないし、まあ、うちのお取引先の会計士さんからの情報でですね、コロナ後の日本はこうなるんじゃないかという話でした。なのでうちはまあ何かやっぱりね、とにかく現金貯めとけば、まあ、チャンスがね来るかもしれないので、まあ、そこは今年1年、大きく足元すくわれないように貯めていこうかなとは思ってますという話でね、まあ、今日は銀行給という銀行のね、まあ、直接銀行の人から聞いた話、まあ、個人なんでね、これが必ずしもってわけではないんですけども、まあまあ、ね、雑談レベルの話なんですが、そんな感じで、コロナ後の日本ということでした、まあね、たまにはこういう真面目な経済的な話もちょっとね、どうなんかなっていうところでお話ししてみました。では今日はこの辺でグッドブラック。